それじゃあよろしくお願いします。あ、ちょっと待って、まだ来てない、大丈夫かな。はい、じゃあお願いします。はい、主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたが欲しい麦に目を留められるなら、主よ誰が御前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待ち、まことに夜回りが夜明けを待つのに、あさって主を待ちます。イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがある。主はすべての国からイスラエルを贖い出される。リバイバルが始まった。足音聞こえてきた、賛美が満ち溢れた。時が動き始めた、扉が開かれた。始まったリバイバル、始まったリバイバル。世界中に喜びの歓声が湧き上がった。始まったリバイバル、始まったリバイバル。あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ。始まった、始まったリバイバル、始まったリバイバル。あなたの、あなたの素晴らしい技を褒めたたえます。ハレルヤ、ハレルヤ。夜明けの歌ですね。今夜明けの歌、
高らかに響け、全地を満たす誠の光が輝き始めたから、行くこともあるだろう。暗闇の力は確かに今強まっている。正義と愛の旗のもとに、いざ共に集え、艱難や試みも恐れることはない。真理の光が我らの上に輝いてる。歌え夜明けの歌を、全地に響かせよ。海の苦しみは喜びの声に力強く変わる。希望の良き知らせを全地に響かせよ。光は闇にすでに打ち勝った。勝利の声あげよう。これは夜明けの歌、これは希望の歌。光は闇にすでに打ち勝った。これは我らの希望。ハレルヤ。白馬を賛美して礼拝に入ります。白い馬に乗って枯れにし
にリバイバルが始まった中で、あなた方の目に見えないところで私の働きと備えはと覚えなさい。あなたの目にはすると突然私の働きが開かれ始まってくる。しかし私はもうすでにそれを見えない世界で始めていることを覚えなさい。愛する子よ、私の言葉にしっかりと立ち、信仰の歩みを大胆に踏み出していきなさい。はっきりと御心と確認できたならば、受けたと信じて踏み出し始めていきなさい。確かに忍耐がいります。しかしこの忍耐は虚しく終わらない。それを通して見る栄光は驚くべきものになると知られます。私に解決できない問題があるだろうか、私に勝利を取れない事柄があるだろうか、どのような頑なな心も、どのような病も、どのような問題も私の手の中にあると称されます。あなたの思い通りには答えられないことがあります。私はこの終わりの時代、愛を持って永遠に招く者たちがいる。私のそばに引き寄せる者たちがいる。しかし一方で、どのような困難の中にあってもこの地上で使命を与えて全うさせる者たちがいる。一人一人に私の召しと計画がある。あなたは人との比較ではなく、私の前にあなたの使命を全うしなさい。私は教会という恵みの中であなたにその使命を教え、そして導きを与えていこう。あなたは喜びの人となる。そしてあなたは内側からあふれる神の愛があなたを包むようになる。私はそれをしよう。困難がないとは言いません。非常に厳しい困難も問題も許されるでしょう。しかしにもかかわらず、あなたの内側に私への賛美と喜びがあふれてくるようになる。リバイバルは豊かに現れてくると主は仰せられます。最後に振り歌ですけれども、ほふられた子羊を賛美します。様、あなたがこの群れに与えてさった特別な恵みである白馬キャンプに行ってたくさんの祝福を受けて教会に持ち帰ってきたことをありがとうございます。群れ全体にその祝福が流れていることをありがとうございます。パトモスから続いている流れですけれども、また行けないで取りなしてくださった方にも間違いなくあなたの祝福が
教会として群れとして注がれていることをありがとうございます。イエス様、行って賛美隊がいた者と共に、そのために断食をしてとどまって祈った者もいます。あなたはすべてをご存知で、一人一人に今祭壇を成し取られ、リバイバルに向かって群れとして教会としてあなたは準備と備えを与えてくださったことをありがとうございます。今日いろんな方の証を聞くことができ、分かち合うことができてありがとうございます。さらに御言葉を通して学び聞こうとしておりますが、どうぞ私の霊に語ってくださって、この後この後あなたが成そうとしておられるこのリバイバルの中で、豊かなあなたの栄光を共に見ていくことができるように、生きた学び、生きた語りかけを与えてください。私たちはあなたに期待いたします。そしてあなたに信頼いたします。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。